はい、こんにちは。メタモン先生です。はい、では今日も手作りスクイーズを紹介していきます。で、今回は手作りスクイーズプラス、海外で、流行っているかなんかわかんないんですけど、ペーパースクイーズっていうのも初めて作ったので、よかったらそちらも見ていってください。はい、ではよかったら見てください。ではまずこちら、一番最初に紹介するのはこちらのポップコーンのスクイーズになります。こちらは、アメリカのポップコーンをイメージして作りました。こんな感じのスクイーズです。で、ちょっとスクイーズの作り方を今、いろいろ実験中で、こちらは、ジョイントコーククリアを、2回塗って、色付けしたスクイーズになります。とてもなんか中身は、空な感じなんですけど、なんか、外身が、なんか割とちょっと固めな印象があります。触り心地は、まあ、ふわっとはしているんですが、戻りが早いので、ちょっと高反発的な感じになっています。はい、では続いてはこちらの、かなへいさんの、キャラクターのスクイーズです。私最近すごくかなへいさんが大好きで、もう本当にこの、なんかイラストにすごく癒されてるんですよね。なのでなんかちょっとかなへいさんの、スクイーズがとても作りたくなり、作りました。これも、これはなんかふわっとしたような、肌触りに仕上がりました。色味がとても綺麗に色がついたのでとてもお気に入りです。で、こっちはジョイントコーク2回塗りと、こっちはジョイントコーク1回塗りで、ちょっと実験してみました。とてもふわっとした触り心地になりました。はい、続きましてこちらのブドウのスクイーズになります。ちょっと見た目いびつなんですけど、ちょっと色塗りが少し失敗気味かなと思います。で、これは、ちょっとボコボコにブドウっぽくしたんですけど、多分こちらは、ボンドを先に塗って、その上にジョイントコークの白を塗って色付けをしてみました。これも、このポップコーンと似ていて、とてもなんか、中がスカッとして、スカスカしていて、外身がちょっと、なんか、硬いかなっていう感じがします。でもまあ、すごく音はいいですね。うん。なんか、ポップコーンのやつよりかは、すごく柔らかい気がします。
い。4個目のスクイーズはこちらのプリンのスクイーズです。で、このカラメルソースもうちょっとかけた方がいいんですけど、ちょっと、これはちょっとシンプルめのプリンにしました。はい。で、これはとっても、気持ちがいいというか、もっちりしているような、肌触りに仕上がりました。で、これはボンドと、あとジョイントコーク2回塗りしてるんですよね、ホワイト。これがとっても、私の中で、ああ、いいかなって思う、作品じゃねえや、作り方になったかなと思います。周りガラス絵の具で色付けしたり、アクリル絵の具でしたりとかしています。はい。で、続いてなんですけど、5個目ですね。5個目はこちらの、韓国のキャラクターの桃の、キャラクターのスクイーズになります。で、こっち見ると、普通の桃なんですよ。で、こっち見ると、じゃんみたいな感じです。はい。最初は普通の桃にしようと思って、こっち作ってたんですけど、なんかちょっと変化欲しいなと思って、顔描きました。で、こちらの触り心地は、スクイーズという感じの触り心地じゃなくて、ちょっと硬いかなという感じがします。これは、ボンドと、確かジョイントコーク、クリアを使いました。やっぱりちょっと、クリアを使うと硬めになるのかなと思いました。これは、なんか、周りが硬いです。では続いて、スクイーズでは最後の、紹介になります。こちらのペコちゃんの飴のスクイーズになります。これ今回作った中で結構お気に入りです。で、このような感じでちょっとサイドにリボンも結んでみました。で、これ裏見るとちょっとここには柄書いてないんですけど、表だけちょっと書きました。これはとてももっちりしています。あと、ツルツルもすごくしているので、とても触り心地はいいスクイーズになったかなと思います。では、ここから、ペーパースクイーズの、紹介をしたいと思います。ペーパースクイーズは私自身初めて作りました。作り方をいろいろ調べて、で、こんなのもあるんだと思いながら作ってとても楽しかったです。では、そちらを、紹介していきたいと思います。はい、では、まず一つ目は、こちらのペコちゃんの飴のペーパースクイーズになります。はい。ちょっとイラスト似てないかもしれないんですけど、
このような感じでミルキーと書いてあります。で、これ裏がこのような感じで、ちょっと反射しそうなんで、これのこんな感じで見せますね。これは、金の折り紙を使っています。感じです。このペコちゃんも手書きで書きました。で、これは、中は、なんだっけな、ゴロゴロしたものを入れました。ゴロゴロしたものって何？と、お湯丸を丸くしたものをちぎったものを入れてみました。なので、音がとても、コロ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 みたいな感じの音に仕上がりました。あと、これ触った時は、ちょっと、紙も入れてるので、カシャカシャ、いう感じに仕上がりました。では、続いてはこちらの、31のアイスクリームの、こちらの、パチパチパチ音が鳴る、アイスを、表現しました。裏はこんな感じで、銀の折り紙を貼り付けました。で、音は、とっても、私の中でいい音。このパチパチを表現したくて、中に、お菓子の、パチパチというか、クッキーとかに入っ、クッキーというか、入ってる、透明の、ちょっと音が結構するやつ。それをちぎって入れました。とても、音がパチパチしていて、とても気に入っています。では、最後は、こちらの、コーラのペーパースクイーズです。こちらは、裏はこんな感じの金の折り紙にしてあります。で、音が、こんな感じで、とても気に入っています。で、中に、ビーズと、先ほどこっちの、パチパチアイスにも使ったやつを入れてあります。とても、シュワーを、コーラのシュワーっていう感じを表現したくて作りました。結構音がいいので、とても私も気に入っています。はい。では、こんな感じで、今回は、ペーパースクイーズと手作りスクイーズの紹介をしました。初めてペーパースクイーズを作ったんですが、とても楽しく、とても、いい音で、また作りたいと思いました。これからペーパースクイーズも少し、作って紹介できたらなと思います。はい。では、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。では、バイバーイ。